さあ、腹を割って話しましょうよ、真実を。いらっしゃいませ。カフェミステリークイーンへようこそ。スタッフのしおりが本日もおすすめミステリー小説をご案内します。本日のおすすめはこちら。グレンカンの殺人と青みかんの殺人です。どうぞお飲み物でも飲みながらのんびりとお聞きください。厚川辰巳、グレンカンの殺人。2020年本格ミステリーベスト10国内ランキング第3位、ミステリーが読みたい2020年版国内編第5位、このミステリーがすごい2020年版第6位、そして青みかんの殺人、まだランキングは分かりませんが必ず上位間違いなし。こんな方におすすめ。新しい探偵をお探しの方、ハラハラドキドキのクローズドサークルが好きな方、館物が好きな方。著者の厚川辰巳さんは2020年現在まだ26歳という若さ。透明人間は密室に潜むでは本格ミステリーベスト10で堂々の第1位を獲得するなど、今をときめく新進気鋭の作家さん。最近同じ作家さんばかり読んでるなと思っているあなたにぜひおすすめ。今から追いかけちゃおう。私は追いかける。まず見てください、この帯ゴールド。本屋さんでグレンカンの殺人と出会った時、このゴールドがババーンという音とともに光り輝いて私の瞳を貫きました。うおー、こりゃ読まんにゃーと即買い。そしてまたこの度発売されました青みかんの殺人もゴールド。2つ並ぶときらめくオーラを放っているようです。両方並べると分かりますが、グレンカンの殺人より青みかんの殺人の方が 1.5 倍くらいありますね。ぶっとい。あれ、分厚くて大丈夫かなとか思っていますか？大丈夫です。私も一瞬たじろぎましたが、数ページで今度は終わりたくないって思いますよ。なぜかって言わずもがな面白いからです。テンポもよく画面が変わり飽きさせない描画力、登場人物もみんな想像しやすく混乱することもない。そして大胆なトリックと複雑な人間関係の中にある謎は素晴らしい。これこそ読みたかった本格ミステリー。カバーイラストも見よう見よう。グレンカンの殺人は館の周りで炎がメラメラと燃えてて、青みかんの殺人は青色を基調としたイラストで水で覆われているのがわかります。どちらもとてつもなく豪邸。大きな館が自然の脅威に飲み込まれていくデザイン、とても神秘的です。飾っておきたいな。どちらのカバーイラストもとても好きで、これだけのポスターとかないかな。あなたはどちらがお好みですか？こっちかな、こっちかな、うふふ。突然ですが、私はとても天の弱でして、本を読むのは早い方ではあるのですが、好きだな、これやばいな、と思った小説はめちゃくちゃ読むのが遅いんです。ずっとその文章の海に浸ってふよふよと浮いていたくなる。で、この青みかんの殺人なんですが、読むのがめちゃくちゃ遅かった。それだけ本当に面白かったんです。ずっと手元に置いておきたい小説です。ではストーリーを紹介します。グレンカンの殺人。田所は高校の勉強合宿を抜け出す計画を立てていた。同級生の名探偵、葛城照義を誘って、憧れの小説家に会うためだった。うまく抜け出し、山の上の文豪の館に向かう途中で山火事が発生する。戻ることができず、急いで憧れの館に避難するも、翌日に仲良くなった少女が圧死の状態で見つかる。山火事はどんどん広がり、自分たちのいる館に近づいてくる。少女は事故か、それとも謎を解くべきか、脱出するために行動するべきか、登場人物たちの運命はいかに。青みかんの殺人。葛城照義は学校に来なくなった。理由に心当たりのある田所と同級生の三谷は彼の実家である青みかんを訪れる。あまりに普通じゃない葛城の一族。父は政治家、母は大学の教授、兄は警察官、姉はトップモデル。歓迎されたり、迷惑がられたりしながら、どうにか滞在することを許される。そんな中、殺人事件が。そしてまた、恐ろしく猛烈な勢いで洪水が迫ってきていた。
カツラギは苦しみを乗り越え、その状況に光を照らすことができるのか。探偵カツラギテルヨシ、彼の突出した能力は嘘を見抜く力といっても、第六感のような特殊能力ではなく、彼の人生の中で培われてきたもの。些細な動きや行動に対して敏感に感じ取れる能力。その才能を生かし、いろいろな謎を解くことができるのです。田所信也、カツラギの高校の同級生。ワトスン役である田所は身長が高く、カツラギの良き理解者。お互いに支え合っている感じだけど、まだちょっと強引な子供って感じがまたいいね。成長過程最高。先ほどストーリーでご紹介したように、この小説の舞台はどちらもクローズドサークル。さて、クローズドサークルといえば、何らかの原因である場所から逃げられなくなり、その状況で殺人事件が起こることです。グレンカの殺人は山火事、アームカの殺人は豪雨。対極にあるこの災害のつながりは人工的ではないこと。どちらも自然災害、人間にはどうしようもできない自然災害に登場人物たちがどう戦っていくのかも見どころの一つ。章の初めにグレンカの殺人の場合は、館消失まで丸々時間丸分とか、青みかんの殺人の場合は館まで水位丸々メートルとタイムリミットが書かれるのがまたドキドキを煽るんですな。読む順ですが、タイトルだけ見ると1巻2巻とは書いていないので、どっちから読んだらいいのか迷うかもしれませんね。青みかんの殺人から読んでもとても面白いとは思うのですが、私としてはやはりグレンカンの殺人からの青みかんの殺人が素晴らしいルートだと思います。なぜなら、この本は2つで1つ、探偵の挫折と飛躍のお話だから。ここだけの話、私はあんまりグレンカの殺人の葛城照吉は好きじゃなかったんですよ。でもでも、青みかんの殺人を読んでから、一番の推し探偵は誰と聞かれたら、迷うことなく葛城照吉と答えます。それだけ好きになってしまったんです。私は今後も名探偵カツラギテルヨシを追っていくので、ぜひ私のおすすめのこの小説読んでみてくださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。これからもたくさん私が読んだミステリーの本を紹介させていただきますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。